心臓弁の超音波検査画像心臓、超音波検査は、超音波検査の一つであり、心臓を観測する、心エコーとも呼ばれる。体の様々な部分の超音波検査の中でも、心臓超音波検査は特に専門的な知識が必要である。心臓の機能の測定、心筋梗塞、心臓弁膜症、収縮機能障害型の心不全、 各種の心筋症、心内膜炎、心外膜炎、心タンポナーで、心臓腫瘍、先天精神疾患の一部の診断、肺高血圧症の間接的な診断。上手な人が行うと、冠動脈の血流を評価し狭心症の一部の間接的な診断も行うことができる。2D エコー検査と 3D エコー検査があり、それぞれ機能に特徴がある。 レントゲン検査やコンピューター断層検査といった X 線を使用する検査と異なり人体に対する悪影響は報告されていない。よく病室できないときは左側外にしたりあるいは十分に息を吐いてもらうと肺のアーチファクトが消失し見やすくなる。一般内科として扱う疾患や救急医療においては大量の心脳水。 著名な右心負荷、明らかな壁の異常運動が病出できれば、初期対応としては十分なことが多い。腹部の超音波のプローブでもある程度は、病出可能である。その場合は、プローブの長軸が、体の長形に一致するようにプローブを当て、胸骨左延長軸像を病出するようにして、始めるとわかりやすい。胸骨左延長軸像プローブを、第3、または、 第4六感に置き、左寝室長軸方向にビームを向ける。寝室中核、双帽弁、大動脈弁が見える。基本的な像である。M モード図もこの像で記録する。胸骨左延長軸像から90度方向回転させる。左寝室が円形に描出されれば正しく操作できている。高さによって、上から大動脈弁レベル、双帽弁レベル。 入頭筋レベルに分かれる。四空断面心仙白動を探し、そこから少し左下にずらすと見えてくる像である。まさしく操作すれば、右心室が左側に一番大きな空として見えてくる。その奥が、右心室である。四空像の位置で、単色光90度半時計回りに回転させると、左心房と左心室のみが病出される。上行大動脈。 右心房は病出されない。心臓カテーテル検査のラーベに相当する。左心室全壁の心線部付近はこの像でしか見えない。肉像より、さらに少し半時計回りに回転させると、大動脈弁と上行大動脈が病出される。心室中核の心線部を見るのに適している。また、ドプラ法では、相棒弁行や大動脈弁行。 左出流出路を見るのに適している。胸骨左延長軸の相互弁レベルでの M モード新コー M モード法はビーム状にある心臓内の構造物の動きを横軸に時間をとって記録するものである。M モードでは胸骨左延長軸像では大動脈弁レベル、相互弁レベル及び左出レベルで記録される。35mm 以上であると大動脈の拡大が 考えられる。寝室収縮末期、すなわち最大となるところで測定する。42mm 以上で、砂防拡大と診断する。正常では大動脈系と、砂防系はほとんど等しい。心電図上9波が見られる部位を差出拡張器とし、計算する。55mm 以上で、差出拡大とする。斜めに測定してしまえば、大きくなるのは当然であり、動部位で、 胸骨左円端軸像をチェックし左室が円形に描出されるか確認し測定する。心室中核の収縮末期で計測する。心電図の急波の位置で測定する。8mm から 12mm が正常範囲である。リベスと同様に測定する。8mm から 12mm が正常範囲である。LVDD100 で計算される。28%以上が正常である。 55から80%が正常範囲と考えられている。最も多用される心機能の指標である。これと BNP が30未満ならば、ほぼ心不全はないと考えられている。羽毛負荷の指標である。23ミリメートル以上が拡大と考えられている。正常は、吸気時に40ミリメートルから100ミリメートルの 現象を認めるが、右往不過児は40%以下の変動しか認めない。差出流入血流速波形の解析で行う。E 波と A 波と DT によって評価する。E、A1、DT が150から250マセックならば、正常である。E、A1、DT が250マセック以上ならば、主観障害。E、A2、DT が150マセック未満ならば、 高速型である。高速型は、砂防圧が20水銀中ミリメートル以上を、示唆している。E 波と組織ドップラーを用いた、便宜速度 E の比が高いと心不全が疑われる。近年注目されている、新しい心機能の指標であり、0.47以上で心不全を示唆する。ありがとうございます。